よいしょ。はい、インディーズバンドルームさんのリーダーことボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで今回なんですけども、はい、ちょっと第3弾になりますけども、はい、もうこれもコメントでめっちゃくちゃいただいてたんで、はい、村下幸三さんの、ああ第3弾、何の第3弾や、はい、第3弾です。村下幸三さんの日だまりという曲をちょっと見てみようかなと、まあ、ライブバージョンがちょっとありましたんでこれを見てみようかなと。メゾン一国の、メゾン一国です ね、テーマソングや言うて、うん、あのうるせえやつらの作者と一緒なんですよね。そうですよ ね、 でうるせえ、ね、これね、でも申し訳ないんですけど、はい、うるせえやつら見てたんですけど、ね、メゾン一国見てないんですよ僕。私ね、なんか夏休みに昔、うん、あのなんだろう、アニメやってる時間帯あったじゃない、朝の9時ぐらいから、うん、あれで何回か見たぐらいですわ僕ね。だからメゾン一国やってたのがね、あのちょっと調べると多分小学校6年とか中学ぐらいの時なんですよ。で1980年代ぐらいですね。その頃って僕もアニメ離れしちゃってたんですよ、ちょっと混ぜてたんで。僕 小学校からギター弾いてたんで、もうそっちの方のホビーの方に行っちゃって聞いてなかった、見てなかったんですよ。あのなんかアパートの管理人さんの女性が超綺麗でみたいな、なんかなんかすごいアットホームなドラマなんですね。そうですね、あの恋愛ドラマというか、なんかそういう感じの、その管理人さんと主人公の男性とが恋愛するっていうお話でもあるじゃないですか、あれって。でもなんか大人すぎて話が、小学校の時にちょいちょい見とったんですけど、なんかよう分からへんなって見てて、私なんやろなみたいな。そのオープニングテーマである村下幸三さんの日だまりっていう曲があるんですけど、はい、これがまたいいんです、はい。僕もちょっと見たんですけど、はい、でもほぼ初見と思ってもらって、大丈夫かなと思います。私相変わらずの初見でございますので、はい、日だまりです。行きましょう。おライブバージョン このカッターシャツ腕まくり、なんか本当にどっかの部長さんみたいな感じの安定の、あ、最初のこれ聞いたことある。ああ、じゃあ見てたからでしょ。ああ、なるほどね。うわ、エコやな。曲はね、ちょっと耳に聞いたことあるんですよ。こう難しいですよ、このおーおーっていうとこ、うんうんうん、うまいな、爽やかやな。でもメゾン一国のイメージに合ってるかもね。あのそうです、あの世界観にね。うわ、ひーらひーら、むずいな、これでもメロディー結構難しいですよね、うんうん、あー、ええ感じ。おお、あー綺麗いやー、やっぱりすごいな。なんかもうこの曲聴いただけでアニメの、僕そんなアニメ見てないんですけど、なんかなんかオープニングな感じがね。そうそう、くえ、このでも声がまたこのちょっと恋愛ものとかにめちゃくちゃ合いますよね。あの、ええ声プラスやっぱちょっと甘さがあるんで、難しいな、これ。これね、下がるのがね、素人がやるとめっちゃダサなるんすよ。なんか俺ね、このほんとこのかっこいい爪隠してるか、そう、爪隠してる感がもう、ここ難しいんですよ。キラキラってこう上がるね、跳躍がね、ここね、上がった。これでもライブでもこれ一切狂わないですね、うん、歌が、まあ、口から CD 音源ですよね。で、声もね一切ブレないんですよね、うん。ようよう聞いたらどこでブレス入れてるのか分からへんような歌い方されてますよね、村下幸三さんってね。ブレスはあんま聞こえないですね、うん。で、歌ってる最中も肩でこう息するとかそんなもんないんで、う
どこでプレスしてんやろって毎回思うんすけど。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごいな。ありがとうございますなんて思ったもん。いや、本当に本当にありがとうございます。どこ心の声が心の声が漏れてしまいまして。はい、ぜひ日だまりっていう曲を聴いてみました。なんかこうやってバンドで聴くのも新鮮。今までちょっと弾き語り多かったですけど ね、はい、でもこれなんかバンドバージョンもいいなと思いながら、あの初恋のなんかライブのやつも結構あれよくて、はいはい、あれもまたちょっとどっかでちょっと忘れかけた時にやろうかなと思って。忘れかけた時に。いや、このアップテンポな曲になるとまたちょっとこうなんか元気な感じの村下幸三さんの声が、うん、これまたええですよね。本当にでもその、ね、メゾン一国のストーリーとかさ、その内容にもバチッと合ってますよね。すっごい爽やかで甘い青春っていうのがこの声で伝わるなっていうのはありましたね。これこの歌むず。一言でむず。技術的にはむずいですね。むずいですね、はい、あのアップダウンとちょっとひねるとことか、ちょっと民謡みたいな感じの発生するんですよ、ね、そんな歌い方もできちゃうのとか思って私。何でも歌えそうですね。やっぱりこう村下幸三さんって多分演歌とかでも全然いけそうな。全然いけるんちゃいます、うん、この多分何でも歌えます。うんっていうのが結構できないんで、ね、素人、うん、でこの技術とかを、じゃあこの方多分ねすごくそう技術的なことを勉強、理論を勉強されたかといったら僕違うと思うんですよ。自然にできちゃうタイプなんですけど、ね、何やらしてもこういう上手い方って耳がやばいんですよ。あー、耳から、あの普通の人間で耳から、僕らやと耳から入るじゃないですか。で脳で考えて手とかにこう、うん、口とかにこう出力するんですけども、はいはいはい、村下さんに直結してるんですよ。入ったここを入ったここみたいな、通らなくてももういわゆるね、なんか出るんですよ、出力できるんですよ。あの反射みたいな感じで、そう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 、反射なんかあの要はあるじゃないですか、こうやってでできるやつとか、うん、条件反射な、何やろ、ミュージシャンの中でもすっごい類まれなる才能で、だいたい一旦は脳で考えちゃうんですけども、この方あのだから歌うまいギターうまいって全て全部耳から来てるんですよ。空の脳みそ3つあるから、空いけますよ、うん、ここの脳みそでここの脳みそに直結みたいな感じでしょ。もちろんそのギターとかむちゃくちゃ練習されてるのは分かりますけども、でもそのあーでもこっちの手とこっちで聞いた音がもう手がピッて勝手に反応するんですよね。すげえな。そのレベルでないとあのギターのうまさもないですし、あれ思い出して脊髄反射、うん、脳の反射じゃなくてもうここの背骨で全部もうやるみたいな。すごいな。格闘家がですね、頭で考えて戦ってないのと一緒で、意識なくても戦えるでしょ格闘家って。そうですね、もうそれと同じような状況が、あのこの音楽で起きてるんかなって。いや、まあ、これ僕の見解ですけど思いますね。そんなん考えたら天才中の天才、天才中の天才ですね。で、やっぱ耳の良さがすっごいあるから、で多分音のその記憶しやすいその頭なのかなと思うんですよ。一回パッと聞いただけですぐ音記憶できる人ってこっちの出力も早いんで、そうかなと思いますね。だからこの歌が一切ぶれないっていうのも音感がそのすごいというか、その自分の発してる声をこうちゃんとフィードバックして調整できる、ねね、耳のその音感がすごいんですよ。耳というか、まあ、耳でなくもちろんそれ脳みそが反応するんですけど、いやでもやばいですね、うん、でね、村下幸三さんその自作でギターを作ったりとか、 ギターがなかったから自分で作ったのが最初らしいとか、マジっすか。だからね、その辺のおもろいエピソードコメントとかでめっちゃいただいてるんで、それちょっとあの次回ね、あのそういうコメントをちょっと紹介しようかなと思って。あ、なるほどなるほどなるほど。なんかもう今回コメントだけで200何十件、結構な量めちゃくちゃ来てるんで、最高記録なんで、そのコメントの量が。でそこにいただいたコメントがもう非常に面白いコメントが多くて、でそれちょっと一本動画にしてですね、あの村下幸三さんにのこの我々の動画にいただいたコメントをですね、ちょっと、まあ、そうですね、紹介したいというか、村下幸三さん自身を紐解いていくっていう感じですよね。そうそうそう、絶対ね。なんかそんなことあったんだって僕って正直知らないんですよ、うんうん、全然リアルの世代じゃなかったんでではないんで、うん、まあ、本当に私に関しては名前聞いたことないですっていうぐらいのレベルなんで、うん、まあなんか見れば見るほどやっぱりすごい方ですよね。そう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 、本当にね、うん、もっと早く知るべきだったなと思ってましたけど、
で、いやでもリアルのその自分たちがだからちっちゃい時でしょ。ね、もうこれが多分もうあと10年後で僕が中学生とかで聞いてたらだいぶショッキングやったと思うんですけど。まあそうですよね。なんかいろんなものの考え方も変わったのかなと思うんですけど、まあまあでも今から聞いても多分もう遅くはないと思うんで、全然全然なんですけどもね。だからこの方もう耳がもうむちゃくちゃやばいです多分。すごい。僕がこういうライブとかを見て思いますね。な耳が良くないと音程って取れないんですか。取れないです、うん、はい、だって歌うまい方ってみんな耳がいいので、うん、なのでモノマネの芸人さんとかも結構歌うまいじゃないですか、うん、あの人たちって。でモノマネもうまいし、ね、それ耳がいいからできることで、でその耳がいいのをちゃんとここの口にアウトプットできるようにしなきゃいけない。それって普通の人がしようと思ったらすごいなんかここら辺で考えて落とし込んで こうかなみたいな感じでやるんですけど、 それがすぐにできちゃうタイプってことでしょ。すぐできちゃう、ダイレクト直結してるんですよ。こっからこうやってとか、ですぐできるやつが めっちゃ一流のもん出てますやんみたいな感じでしょ。そうそうそう。ギターが上手くなるのもそうなんですよ。ギターの本当に上手い人っていうのは耳がかなりすごいんですよ。でもちょっとした音の繊細な音でも聞き分けれるっていう、ちょっとした才能があって、でそれがないとやっぱりそこまでね、神がかったギターとか歌できないですから、でも今でもメジャーでいる人でもまあ数少ないと思うんです、こういう耳を持ってる方って。そうですよね、うん、それまあ絶対音感うんうんはあるんですけども、まあそれよりもその絶対音感よりも音質とか、そういうのを聞き分けれる、音程ももちろんですけども、その音質で こういう例えばギターやと、あここちょっとミスピッキングしとんなっていうところまで聞ける耳やと思うんですよ。あ、普通の人なら気づかないやつを気づくタイプだと思うんです、村下さんって。っていうかもう今ふと思ったんですけど耳のレベル、あの世界レベルのオーケストラの指揮者レベルの耳してるっていうことでしょ、うん、なんかあの人たちってそうそうそう、いっぱいオーケストラの、まあ、要員がいてて、うん、誰かが一人一音違う音出したらすぐ分かるとか、そうそうそう、音質がちゃうんでたらすぐ分かるとかっていうレベルなんで、そのぐらいの耳を持ってらっしゃると思います。はい、多分ですよ、これその証拠に基づいた話じゃないんですけど、ね、まあまあまあ、僕がこうパッと今までこう見てきた感覚で喋ってますけどね、でもそれぐらいでないとこれぐらいの才能にはならないかなと思うんですよね。だって両方じゃないですか、ギターも化け物ですから、で、ね、歌も化け物ですから。これ本当にあのサビなんですか、なんかこうタン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 っていうところが、うん、これねやっぱりね音が上がったり下がったりで、しかもなんかすごい音程の上下があるやつって絶対どっかでブレるんですよ、ほんまに。いや、しゃくっちゃうっていうのがよくあるかな、うん、それを一個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 ちゃんと、そうそうそう、こでしかも同じ音を繰り返すのってなかなか難しいんですよ、人って。それを同じなんかをいきなりファッファッファって歌ってるのがもう、下から上行くのってね、ほんと絶対しゃくっちゃうんですよ、うんうん、じゃあ、でここはできらんのですよ、上が、大体がそれになるんですよ。出てるように聞こえて、よう聞いたらちょっと半音下がってるとか、ね、村下さんクラスになるとそずれてることがすごく気持ち悪く感じちゃうタイプなんで、もうだからずれないんだと思います、ね、でずれてもないですし、声の音質めちゃくちゃずっと綺麗なんですよ、うん、むちゃくちゃ真ん中なんですよ、終始汚れてるとこがないですよね、崩れてるところ一切、ね、だから崩れてるってあの音程の崩れもあるんですけど、音質の崩れも結構ね、うん、あのよくよく聞いてる人間からしたら耳につくんで、うん、ないっすもんね。ないです。あの本当ね完璧なんですよね。本当にね、なんかなんて言うんですかね、こうもうちょっといいスローテンポの曲とかだったら、まあ、ある程度その音数も少ないんで、なんかその当てるうんうんっていうところよりも、うん、その音質っていうところをこう、ね、維持するのが大変とか、ね、うん、あるんですけど、これ結構アップテンポでもういっぱい音符あってみたいな感じで、そう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 、絶対どっか崩れるじゃん、特にさっきのなんかうんうんって下がるとこ、うんうん、音下がっていくって歌い手にとっちゃ結構ブレやすい箇所にはなるんですよ、難しいんで。この日だまりっていう曲も結構音域広い方ですから、むずいですよ、結構低い声のところもあるし、でそこからこう 上まであるんで、結構それを調整してやるのってなかなかね、この喉のアクセルがこうピタッと合わないといけないんで、そうそこがね、あのやっぱり天才的だから、もう多分ねずれること自体がもう許せないタイプだ。耳良すぎて、耳良すぎて、あ、ほんとそうなんですよ。耳のいい人ってもうちょっとでもずれること自体がすごく不快になるんですよ。
だから、もうほっといても上手くなるんですよ。はあ、まあそれに合わせようとするんでっていうことですよね、うんうん、多分そういうタイプだと思います。でギターに関してはめちゃくちゃ研究熱心で、まあ、これはまたもういっぱいコメントいただいてるリクエストがあるんでそれまたそこでやりますけど、ギターに関しても、もうすごく研究者ぐらいの熱心な方なんで、でも本当に思うのが音楽この方本当に好きなんだなっていうのが分かりますよね、うん、歌だったりとか音楽が好きすぎてもう見栄えとかを飾るとかもうどうでもいい、ええ、僕は音楽が好きなんだっていうふうに、まあ、勝手ながら、まあ、解釈はしましたけどっていうふうに見えるんですよ。本当になんかすごい、でもねそれがめっちゃかっこいいですよね。めっちゃ楽しそうってわけじゃないんですけど、なんかこうにじみ出てるんですよね、やってて楽しいっていう感じが見てて、このね、この日だまりのねライブの普通の白いワイシャツにですね、ネクタイしてどこのサラリーマン、どこの部長さんですかみたいな感じの。だからほんまこの間コアさんが言ってたライブバーにフラッと来たサラリーマンの人みたいな、そうそうそう、みんなこういう格好じゃないですか、なんかもうネクタイしてここ腕まくりしてそのまま買ったシャツ一枚でこうやってね、結構ねライブバーとかってそうなんですよ。なんか仕事帰りのサラリーマンの人とかちょっと遊びに来てギター弾いて歌ったりとかする店があるんですけど、そういうところに来てる方ってこういう方が多いんで、そうなんですよね、私もすごい好印象なの、着崩してないんですよ、うん、上まできっちり留めてネクタイもきっちり上まで締めてみたいな、そうですね、もうそこがすごい印象にちゃんとしてパリッてしてる感じがね、どこぞの部長さんが今から、営業の帰りですみたいな感じの、いやほんまにいやでもね僕はなんかもうそこがねかっこええわと思うんですよね。なんか普通ライブってなったらねもうちょっとなんか非日常の服着るじゃないですかみんな、もうなんかもう普通のなんていうんですかね、なんていうんですかね、サラリーマンの戦闘服着て出てくるあたりで、そう、でもこの普通さがすっごいかっこいいんですよ僕は。なんかもう素敵、超素敵、なんかいろんな人いますけどカッコつけてこうとかいますけど、なんかこの普通これでやるっていうのはね、もう超素敵、超かっこいいな、だってね着飾る必要ないですもん、いやもう出てくる、もう引いてるもん出てくるもんがすごいからもう全然いらないですなんかこのね素の感じがすごい好きですね、本当にセッション感すごいですね、ライブのその雰囲気もそうですし、セッションとかもすごそうですよ、いや絶対すごいと思う、これまたちょっといろいろ漁りますけど、どっかにないかそのセッションしてる姿とかないかっていう、絶対すごいと思う、セッションってね音楽のこの腕前が分かっちゃうんで、ね、その急にアドリブで人となんかをやらんといかんっていうのが、その仕込みをしてたら練習できるんですけども、はい、アドリブでパッて振り込まれた時にですねどういう対応するかっていうのってなかなか面白いですよね、いわゆる臨機応変にしなきゃいけないんでね、はい、ということでですね今回ね、メゾン一国のテーマであります、はい、日だまりという曲をね、まあ、ライブバージョンですけども聴いてみましたということで、はい、これぐらいにて終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは毎日見てよ、ありがとうございます。なんかグッチ雄三さんと親戚とかいうコメントありましたよ。でもそう言われればめっちゃ似てるよな、今静止画これ見てたらめっちゃ似てるなっていう、体格体格似てますよね、ちょっと顔も似てるでしょ、ね、顔も顔の形とごっつい、髪型はあのグッチ雄三さんとうり二つぐらいな髪型されてますけど、うん、かっこいいな、いや俺でもこういうかっこよさってあってんなって思いましたね、まあ、見るからにかっこいいではなくてなんかやってることとそのなんていうんですかね、その姿勢が超かっこいいですよ ね、うん、この方ね、姿勢とかこう、ね、うん、そうそうそう、ね、考え方っていうかその、うん、なんかこう心意気というか、ね、こういうかっこよさってあってんなって、それ、うん、これあの村下幸三さんで初めて気づきましたね。いや着てるもん普通なんですよ。いやだから私でもライブでカッターシャツとネクタイ締めて出てくる人あんまり似てないっすよ、初めて見たなと思ってでおお思って、なんかねこの方だから内面のかっこよさ半端ないですよね。いや絶対そうですって、内面超かっこいい、絶対そうですって、でなんかコメントでもいただいたんですけども、普段からなんかそういうなんかいい人ですよ的なコメントは結構もらってたんで、私の読みは当たってましたよ、もう、うん、絶対いい人ですよ人の良さがもう顔に出てるじゃないですか、もういやだっていや素敵やな、
なんかでもここ決してこう目立とうとせずっていう感じなんですけど、でも内面の凄さがめっちゃこうやっぱりこう演奏と歌でやりだすとじわーっと聞いてくるからっていう、あ、これが大人のかっこよさなんかなと思いながらね。ねえ。いやー、これね、でも初めて気づきました。うん、あ、こういう男性のかっこよさってあんねんなっていうのは。うんうん、まあでも、リアルタイムで見てる方からしたら、あ、こういう、アーティストさんもいてるんだっていう感じで見られてたとは思うんですけど、うん、今の時代で、この方見たら衝撃でしかないですよね。僕もお名前とその初恋とかちょっと曲をちらっとは知ってたんですけど、ね、こうまじまじと見ることがなかったじゃないですか、だから新鮮なんですよ、その過去のものなんですけど、僕たちは新鮮に見ちゃってますね、やっぱり。あ、でも今の時代にこういう方っていないよなっていう、今ってそのギタリストで売れる人もいないでしょう、いないですね、楽器で、もうあれもバンドブームぐらいで終わったんかな、そうだと思いますけどね。ギタリストが売れて、そのソロになったりとか、ギタリストとして布袋さんとかさ、ヒデさんとか、はいはい、そうですね、あの頃ってギタリストとか楽器で売れる人がいたんですけど、今ってあんまいないですよね。今もどっちかっていうと、なんかグループとか、うん、あとはなんかいろんな音重ねたなんかパソコンでできる楽曲作ってっていうのが多いんで、生の楽器弾いてっていうのが逆に少ないんちゃうんかって思うぐらい、あんまりね、こうギタリストとか楽器とかでこうボーンって出てくる人が今少ないんかなっていうのがあって、なんかそれも寂しいなっていう、まあ僕らからすると時代の流れ的にそういうのが今ちょっと主流じゃないよねってなってるのかもしれないですけど、いやでも実際にここまですごい人がおったよっていうのを見たら、いや絶対生の方がいいだろうって。いやでもそういう時代もう一回多分戻ってくると思うけど、来ますよ、だって飽きてきますもん、人って。その電子的なもので作った音源っていうのはね、デスクトップミュージックですね、DTM ですね、DTM もあれがなぜ流行ったかというと、手軽で一人でできるんですよ、で今ってそのグループじゃなくて一人遊びの時代で、誰でも彼でもパソコン一台持ってたらそこで音楽作ったりとか、で歌わすこともできるじゃないですか、そうですね、パソコンにね、ボカロとかにボーカロイドで歌わしてとかでもうそれだけでできちゃうんで、なってくるんで、まあそれはそれで僕いいと思うんですけども、ただまあちょっとこういう時代がまたカムバックしてくれたなって僕は思いますね。そうですね、だからいやー、村下幸三さん生のライブ聞きたかったな、まあ、これ聞けないですからね。マジか、絶対これ生やばいです、生やばいと思いますよ、これ。しかも去年ね、その岩崎宏美さんのコンサートビルボード大阪って行ったんですけど、行きましたね、あのぐらいのスペース、300人400人ぐらいのスペースで、で多分村下幸三さんだったらギターと本人だけでいいと思う、一人でこと足りるよ、何にもいらないと思うんですよ、この方は。でもテクニックすごいですから、そうですよね、ギターだけで十分リズム取れますし表現できると思うんで、私多分ねボロ泣きや思います、村下幸三さんの生で聞いたら、すごすぎて、300、400ぐらいのビルボードぐらいのね、広さでアコースティックで聞くと、これしびるやろうなと思うんですけどね。ああいうのってなんかこう息遣いといい指遣いといい全部分かりそうですもんね。でギターとボーカルだけね、ほんまもう 2チャンネルだけですわ、1チャンネルボーカルでもう1個ギターだけみたいな、もうほんとそういう風なのやってほしいです。うわ、でギターもエレアコじゃなくてマイクで撮るね。なるほどね、エレアコって本来のギターの音が取れないんで、ああなるほどなるほど、でも生で鳴ってるギターの音をマイクでコンデンサーマイクとかで取りながら、もう単純の超ウルトラシンプルなライブを見たいなっていうのはありますね。うわやばいですね、もう耳が幸せですね、ギターもええ音やし声もええ声やし、ああもうやばい死ぬみたいな、全部の音入りますから、そうするとあやばい、もう最後の日私意識保ってられへん自信ありますもうヒエー言うて白目向いてる絶対。いやちょっと残念ですね、そう考えると残念ですけど ねまた本当に惜しい方ですよね。まあでもね、一応我々もこう語り継ぐとか、まあ、こういうことしかできないですけどね。あでも本当にその視聴者様にはなんか村下幸三さんいいですよ見てくださいっていうふうに教えていただいて本当に感謝なんですよ、教えていただかなかったらそもそも出会うきっかけがなかったんで、結構ね、村下幸三さん何回かね、いただいてたんですよ、以前からコメントで、コメントか、あと、
まあ、メールとかのお問い合わせフォームとかでうち送れるんですけど、そこからリクエストいろいろいただいたんで、でそれで、まあ、ちょっと遅れたんですけども今回やったら、まあ、どえらいことだったんで。いやでも私の中でもどえらいことですよ、この方の音源聞くのは、うん、ほんまに、うん、なんかもう、そうな、人知を超えたことをしてはるみたいな、うん、あの僕らがもしライブするときはライブ前には聞いちゃいけないね。ああもうあの打ちのめされます。打ちのめされて終わるんですよ。お互いになんかこうボーカリストとしてギタリストとして打ちのめされるからあかんですよ。あかんですよ、ね。自分らがライブやる前は聞いちゃいけないっていう。そう、でもすごいですね。一人で二人分のことを超一流でやるっても。才能がすごすぎて、すごいな、はい、ほんまに、はい、ということでまたねもちろん今後も定期的にやっていこうと思いますので、はい、まだいっぱいリクエストいただいてるんで、 それを順番にこなしていきますので、はい、またいろんな視点のこう見方をして ね、はい、やろうかなと思ってます、うん、はい、ということでオフショットでございました。ありがとうございます。10月